こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日は12月の20日です。昨日の昼に、キム・ジョンイル、総書記が亡くなったというニュースが入ってきて、てんやわんやに今なってるんですけれども、今回の日本政府の対応を見取りまして、非常にまずいなと言いましょうか、危機管理がなっていないというのが非常に強く感じます。特に昨日は、このニュースが入ってきて、安全保障会議が行われたというんですけれども、この中で山岡大臣がまともやですね、遅刻すると、こういう事態、失態を演じたんですけれども、それ以前にですね、この野田総理が、この日は19日は、昼間に新橋の駅前で街頭遊説をするという予定だったらしいんですね。ところが、この臨時ニュースが入るというのが、10時ごろ分かっていたにもかかわらずですね、そのまま、この街頭遊説に出かけていって、で途中でですね、このニュースを聞いて官房長官から、もう一度帰ってきてくれということで帰ったということなんですけれども、これちょっとありえない対応だと思うんですね。と言いますのは、これだけの重大ニュース、特に、北朝鮮のこの国営放送が重大ニュースを発表するということを先に言ってるんですから、これ当然のことながら最新の注意、このキム・ジョンイルが亡くなるということも含めてですね、対応しておかなければならないんですが、それを全く考えずに街頭遊説にのこのこ出かけていって、その後帰ってきたということ自体、ちょっと、信じられない対応してるなと思います。それから、今回のですね、この問題が起きる前に、先週末、京都に来て、このイ・ミョンビャク、韓国大統領と京都で、会談が野田総理されたわけですけれども、この時も、韓国のそのイ・ミョンビャク大統領に、例の慰安婦問題でですね、早く片付けるように政治決断してほしいということを言われたというんですが、本当にこれ舐めてるのかという話ですよ。というのはこの慰安婦問題というのは全く事実ではないということは、これ政府間でしたら分かってるはずなんですよ。もともとこれは、なかったものをですね、あるかのごとく、日本側から、日本のあるですね、小説家と言いましょうか、人物が、面白おかしく最終党で人狩りをしてですね、慰安婦として売ったという話を書いたところから始まってるんですけれども、この書いた張本人がこれはデタラメだということを認めてるんですよ。そもそも最終党に行ってそういうことはなかったと。で、こういうことがはっきりしてる。だから事実はですね、ないということが分かってる問題を、この問題がですね、日本のマスコミが韓国側に行ってですね、日本でこういうことが出てるけど、あんた方黙っていていいのかという話から、国際問題になったわけですよ。そして、その中で、韓国側の、人間が騒いでいますけれども、もともと事実ではないんですから、この行政の政府としては、両国間ともですね、これをどう沈静化させるかというのが当たり前の話なんです。で、それを、日本側、いわゆる紳士的対応でですね、してきたと。ところが、それをうまく、韓国側はですね、いいことにしてですね、より、きつい、この要求をしてきてるんですが、特に、野田政権、民主党政権になってから、韓国政府はですね、この問題をはじめですね、ありとあらゆるところで、とにかく今、民主党政権のうちに取れるものは全部取っておこうと、こういうことを思ってるんじゃないかと、まさに舐めてるとしか思えない対応してるんですね。で、この従軍慰安婦問題もその一つです。で、それからその前にですね、朝鮮劇を返すという話がありましたが、これもですね、別に返すのいいんだけれども、それじゃあ、それは日本政府が略奪したもんじゃないんだから、そういう無礼な返し方はないわけで、するんなら、日本国政府のこの文書もですね、韓国にあるものを返してもらう。お互いに交換するというならまだわかるんですよ。ところが一方的に何か日本が悪いことしたやつを取り戻したんだというような形での返還というのはありえないし、さらには、そういういろんな、無礼戦犯の一番はですね、例の、竹島問題ですよね。で、日本が、日本の固有の領土を李承晩ラインの時からですね、無理やりこの日本が、主権が回復されて、アメリカが日本から手を引くというのを分かった。そのためにですね、今がチャンスだというので、まさに、この、その時を、見越して、李承晩がですね、線引きをして竹島自分とこの領土だと言ってるだけの話ですけれども、それを今やもう固定化させて、そこにどんどん基地を作っていく。それだけじゃなくて、その、
竹島は自分たちの国だというですね、そういうことを歌うタレント集団をですね、作って、まあ、日本でも大変人気があるそうです。でしかしまあ、こういうことはですね、韓国政府が、まあ、韓国政府がと言いましょうか、韓国側がですね、意図的にそういうことをどんどんやってきてるんですね。でこれに対して何にも日本側は抗議もしなければ、まあ、そういうタレント集団を日本でどんどん受け入れて、まあ、おまけに紅白まで出るということになるんだったらですね、この国は一体何をしてるんだということなんですよ。そして挙句の果ては、韓国が今いわゆるこの外貨が、ユーロ危機のためにですね、外資によって経済が繁栄してますから、それが引き上げられると、外貨準備が少ないためにまた、前のような門危機が訪れることを懸念してですね、日本側が、門をですね、5億ドル分のですね、外貨準備のスワップしようということを、まあ、了承したんですけれども、これもまあ、隣の経済困っていたら助けてあげよう。それ自身別にいいですよ。しかし、よりによってですね、そういうふうにどん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 、いいように向こう側の要求は突きつけられれば、協力してあげる。しかし、日本側の立場が何一つですね、韓国政府に、日本側の立場も、誠意も伝わっていないじゃないですか。これでは、好きな方にやられている、舐め切られていると言っても過言じゃないでしょう。おまけに、この、昨日、キム・ジョンイルの、死亡がありましたけど、これ間違いなくずっと前から、もう、この死亡はですね、分かっていたはずなんですよ。で、2日前に亡くなったというふうに公式発表されていますけれども、もっと前から、この死亡があったという可能性は大いに高いと思います。で、そういうことを考えてみるとですね、この今週末に、先週末に、イ・ミョンビョク韓国大統領が京都にやってきたときには、まあ、この、もしも北朝鮮でそうした有事があったときに、北朝鮮情勢、まあ、大変、半島情勢厳しいものになりますから、そうしたときは日本政府もですね、しっかりと応援してほしい。まあ、こういう要請が当然あったはずですよ。で、ところが、そういうことも含めてですね、韓国側に日本側がですね、様々な支援や、そういう要求に対して協力をしているのに、日本側が何一つ韓国側からですね、その情報を引き出していない。で、せめて、あの従軍慰安婦なんかはですね、いい加減にしろという話で、直ちに撤去しないと、我々の友好関係自身、信頼関係自身が、これはもう、とんでもないことになりますよというぐらい、やっぱり日本側の態度を伝えなきゃならないんですが、これができていない。まあ、これは本当にですね、日本が今のこの民主党政府の状況だから、とにかく、取れるものは今のうちに取れということが、明らかに外国には、そういうふうに見られている。カジバ泥棒的に何度も言われているんですね。その典型が、おそらくもう TPP の問題だと思いますよ。で、TPP もし自民党政権だったらですね、少なくともこんな形での交渉参加はありえません。そして、今のこの時期にですね、国内で全く議論しないでですね、与党からも反対の声がたくさんある中で交渉参加をして、私その前日まで国会でですよ、もうこの参議院で特に、厳しい質問があって、ISD 自身も総理が知らなかったということも明らかになったんですが、そんな状況で交渉参加を決定しますなんてことはありえないんですけども、これも、要するにアメリカ側にですね、例の、普天間問題で、下流を作った、まあ、ミスをつけてしまったと。それから、例の原発事故対応では、またアメリカに下流を作った。まあ、そういうところから、アメリカの言いなりで、まあ、乗らざるを得ない。飛んで火にいる夏の虫と。まあ、こういうことだったんだろうと思いますが、まあ、こういう様々な問題で見てまいりましても、まあ、国内の、この政治も多く失敗しますけれども、外交上の失敗の積み重ねは本当にひどいものがあります。まさに、国による行為がですね、平気で白昼堂々と行われている。そして、今回のこの、キム・ジョンイルが亡くなった、その後の対応を見てましても、このままでは本当に日本の主権はですね、絶対に守れない。まあ、本当にそのことを強く感じたわけです。国会が今閉まってですね、おりますから、我々野党側がこういうことを国会で議論したりですね、発言する機会が今閉ざされているわけでありますけれども、まあ、国会が開き次第ですね、まあ、特にこの問題はですね、閉会中の審査でもですね、私は委員会でそれぞれしていただきたいと思っておりますが、とにかく、まあ、こういう事態になったのもですね、民主党政権が国益、国益と言いながら、国益なんか考えたこともないし、外交も考えたこともない。ただただひたすら、
向こうが要求するものをですね、飲むことが友好関係を築いて日本の国益になってるんだと、まあ、その程度しか思ってない人が政権を取ってるわけでありますが、これはとんでもないことになるということです。まあ、いずれにいたしましても、これからこの北朝鮮の情勢をしっかり見据えていかなければなりませんけれども、今の野田内閣では、まあ、野田内閣というよりも民主党政権ではもう誰も対応する、できる人がいない。このことを、国民の皆さんに知っていただきたいと思います。またこの問題についても議論していきたいと思います。ありがとうございました。